予報センターから台風の情報をお伝えいたします。台風14号は急速に発達しながら現在日本のはるか南の海上を西寄りに進んでいます。沖縄からやや離れたところを通る見通しですけれども、勢力が強いため波などの影響が出てきそうです。現在の様子、衛星画像で見ていきたいと思います。沖縄本島のちょうど真南のあたり、台風14号に伴う大きな雲というのが西寄りに進んでいます。中心付近にははっきりとした目が見られ、非常に勢力を強めているということが雲の様子からも見て取ることができます。現在の台風の勢力を見ていきます。台風14号は12日15時現在、フィリピンの東の海上にありまして、非常に強い勢力まで発達しておきております。現在は西北西に時速20キロで進んでおって、中心の気圧は920ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートルに達している状況です。この後もほぼ西北西方向に進みまして、13日の午後にはフィリピンの東の海上で910ヘクトパスカルまで中心気圧下がって、猛烈な台風まで発達すると見ております。先島など沖縄からはやや離れたところを通りますけれども、台風からの高波、うねりなどが押し寄せてきますので、晴れていても海上のレジャーなどは控えた方が良さそうな状況になりそうです。また14日にかけまして、台湾の南の海上を通過していくということになります。かなりの勢力で台湾の南を通過するということで、台湾の南部ですとか東からの風が吹きつける山の東側のエリア、こういったエリアではかなりの雨風に見舞われるということが推定されます。こういったエリアでは厳重な警戒必要となりますので、台湾方面出張ご旅行などを予定されている場合は現地の状況をご確認ください。またその後中国大陸方面に進んでいく見通しですので、香港などもこの台風の影響を受けてくると見ております。また本州に直接は近づかない予想となっておりますけれども、明日の気圧配置見ていきますと、台風から周囲を吹く南寄りの湿った風、ちょうどこの前線付近に流れ込みやすい状況というのが続きます。前線活動、この台風がある間しばらく活発な状況となりますので、局地的な強い雨注意が必要ということになります。また中国大陸に行った後、台風ですけれども、また東寄りに進んできまして、この台風が持っている湿った空気が前線に流れ込んで、週末はまた強い雨が降るということも予想されます。台風の間接的な影響により前線の活動が活発になって、本州付近に大雨をもたらすという恐れもありますので、そういった点での注意は必要となりそうです。以上、予報センターから台風の情報をお伝えいたしました。